ねえねえなおさん、山チャンネル。ミラネーゼがウインナーとベーコンらしいです。なの でミラカンらしくて、これが定番らしくて、私はとりあえず定番のもののこちらの分を頼みました。一応味が3種類でマイルドにしたんですけど、いろんな種類があるらしく、こういうのってカツが乗ってるみたい、目玉焼きも乗ってるのもあるし、いろんな種類があるみたいですよ。あんかけそばちょっとピリ辛で、麺はもちもちしてるし、お野菜もちょっとパリパリしてて、そんなに辛くはないから、お子さんでも食べれるんじゃないかなと思います。おいしくいただきました。ごちそうさまです。名古屋では食べ方があるらしいので、それを教えてもらったので食べていきたいと思います。まずこっちに手羽元がついてるんですけど、ここはもう切ってあるものなんで、こっちを上にしてこの部分をひねって取る。はい、取りました。でここを真ん中に手入れて、2本の骨のところを2つに裂いて、でここだけを食べます。ちょっと身だけが取れてスルッと取れるので、こうパクッて口につけるよりも口元が汚れないし食べやすくなります。さすがですよね。これからこうやって食べていきたいと思います。